ないですから、ここにこういう形で来て、あとはこれ田中、中に入れてヘディングシュート入った。ボールヘディング、琉球先制点。どっち側で落とす、清水、風間公也、後ろ戻して風間公輝、クロスバー、清水で入った。でも返すという気持ちが大事ですね。さあ田中が深いところからえぐるヘディング、清水3点目。阿部、阿部、阿部も縦横無尽、中へのボール、清水が入ってくる、清水ヘッド。そうですね、さあボール奪った風間公也から阿部の前だ、阿部、前が空いた、シュートは決まるか、決まった。